ちょうどいいわ、シド。彼女でも訓練しておきましょう。同年代のデータも欲しいじゃない。それに精霊とは言わずとも AST 要員よ。インフラスタイプでもなさそうだし。授業中ずっとお前のことを見てるんだ。私も。俺それだけじゃなくて、放課後に飛び市の体操着の匂いを嗅いだりしてるんだ。私も。そっか、なんか気が合うな。あ、じゃあもしよかったら俺と付き合ってくれないか。付き合っても構わない。まだ勘違いで通せたのに。なんだ制服好きなら。飛び市。貴様、なぜここに。己まだやるつもりか。気をつけろ、シド。ごめんなさい。謝って済む問題ではないけれど、でも浮気はダメ。こら、シドに触るな。報告は受けていたけど、あなたこそなんでここにいるの。貴様には関係ない。さあシド、気にせず私のクッキーを食べてくれ。クッキーなら私も焼いてきた。真似をするな。シド、早く私のクッキーを食べるがいい。私のを食べるべき。うん、どっちもうまいぞ。私の方がちょびっと早かった。私の方が 0.02 秒早かった。なんだと。うわ、あの飛び位置さ。何。胸が。飛び市、お前ダメ。ダメだと思う。交換条件、私のことも折り紙と呼んでほしい。ダメ。それはダメじゃないと思う。折り紙。よう、早かった。構わない。でもなぜ。あー、ちょっと予定が。シド、早く極楽温泉に行くぞ。おー、行っちゃいます。うわー、おいおい、まただ。了解、やってみる。俺がクルミを照れさせる。何を話していたの。もう一度尋ねる。時崎くるみと何を話していたの。いや、なんでもないぞ。悪い、トウカを待たせてるんだ。あ、またな。来たのはそれだけ。え、お見舞いはマナだけ。お、折り紙のお見舞いも兼ねて。そう。折り紙、大丈夫か。一人で病室に戻れそうにない。連れて行って。連れて行って、おんぶ。はい。折り紙、ちょっと強くつかまりすぎじゃないか。そんなことはない。折り紙、はあはあ、ちょっとおいったら。何、今何されてるの俺。すまん、ちょっと遅れた。問題ない、私も今来たところ。疲れてる。そんなことないぞ。どこへ行くんだ。映画。なあ折り紙、今日はなんで俺をデートに誘ったんだ。一人にならないでほしかった。え、映画が終わったらうちに来てほしい。どういう。そしてしばらく泊まってほしい。え、私は本気。過度の運動は控えるように言われてる。できれば口打ち。検温するのになんで俺が座るんだよ。折紙、何してんだ。時崎くるみが転校してきた時、指導は少なからず彼女の所作にドキドキしていた。だったらせっかく水着売り場なんだから買えば。水着は自分だけでなく他人からの評価も重要。特に男子の意見は参考になる。え？
男子の意見は参考になる。参考になる。感想を言うくらいなら。めくって。は？何の真似だ貴様！折り紙。何？ここじゃちょっと話しづらいし、二人きりになれる場所に行かないか。で、なんで女子トイレなんだよ！では何をするためにこんなところに連れ込んだ？連れ込んだのは折り紙さんですよね！シド、この後時間は？え、なんで？修学旅行用のドリンク剤を買わねばならないので、一緒に選んでほしい。修学旅行用？っていやいや、なんで俺が選ぶんだよ！選んでほしい。選んでほしい。貴様、なぜ指導と同じトイレから？どうか、これにはわけが。二人だけの秘密。どういうことだ指導！いや、それは。まさか二人でどこかへ行く算段も。え？なぜそれを知っているの？いや、だから俺は何も。折り紙！まさかお前も俺に何かされたっていうのか？何も。そっか。壁際に押し付けて、顎を持ち上げて、耳に甘い息を吹きかけて、おもむろにスカートをめくって、そして濃厚なディープキスを交わし、服を引き裂き、乙女の純潔を奪い、一生消えない指導の痕跡を体に刻み込んで。シン、そろそろ目的地だよ。すまん、待たせたか。今来たところ。一応監視をしていたが、1時間前から待っていたようだね。それで何を見るの？そうだな、特に決めてないけど。指導も触ってほしい。今日は何もつけていない。お前だ。ごめんなさい。これぐらい大丈夫だって。すぐ乾くだろうし。折り紙？なんで？違う、信じて。五日くん、指導のために揃えた。お前、あの時俺への感情は愛でも恋でもないって言ってなかったか？そう、だから本当の愛はこれから。指導から離れた折り紙。や、次は折り紙か。指導、酒はダメだぜ。問題ない、ノンアルコール。どうかしたのか？わからなくなった。いつかくん、どうしてそんなにかっこいいの？あくんのこと考えると、なんだかふわふわってなって、でもちょっとだけ苦しくて。いつかくん、好き、大好き。もうどうしたらいいのかわかんないくらい好き。これはとんだ難物ね。お手洗い。行かせねえよ。え？行かせねえって言ったんだよ。つまりここでしろと。は？やめろ！浴びるの？え？それともするの？は？スクール水着に犬耳と尻尾かな。殴られる。来ない。あれ、え、ん、あ、いやー！
なんであれで好感度が下がらないのよ。チド、1番で。メス犬風情が人間様と同じ目線で歩くなんて、おこがましいんだよ、はいつくばりな。ワン、ゲッサー。本当にいるのね、あんなカップル。いや、なんかの撮影だろう。ママ、あれ犬？ビルな、指さすな。すいませんでした。ワン、